MC では可愛く、パフォーマンスでは圧倒的。ヒラの仕様の二面性。ヒラの仕様の成功に隠された秘密、闇の勢力との戦い。ヒラの仕様の輝かしい存在感は、ただのスターではありません。それは、彼のパフォーマンスや人格、そして彼が持つ独特の魅力によって、多くの人々に感動を与えています。しかし、その奥には何が隠れているのでしょうか一部の人々にとっては、 彼の成功はただの幸運の結果に過ぎないと思うかもしれません。しかし、私は違う見解を持っています。ある人が言いました。この人は時代を背負う王だ。そして、私もその言葉に深く共感しました。なぜなら、平野史洋はただのエンターテイナーではなく、彼自身が作り出す光で周囲を照らし、人々に勇気と希望を与える存在だからです。彼の成功には確かに努力や才能が関わっています。 しかし、それだけでは説明しきれないほどの力が彼を後押ししています。彼が舞台に立つとき、まるで自らが光を発するように見えます。その魅力は他の何者とも比較できないものです。彼のパフォーマンスは、観客に不思議な魔法をかけるかのようです。平野仕様の魅力は一言では表せない。彼のパフォーマンスは、まるで自らが光を放つかのように鮮やかで、その魅力に目を奪われることは避けられない。しかし、 それだけではない。彼の MC 時には、彼の笑顔が可愛らしく輝き、チびポーたちを紹介する際には、優しいお兄ちゃんのような顔を見せる。彼の姿勢、行動、すべてが魅力的であった。平野耀の存在は、まるで奇跡のようだった。彼を見た人々は、彼が同じ時代、同じ国に生きていることを心から喜び、感謝していた。彼は、ただのアイドルではない。彼は、多くの人々に希望と勇気を与える存在なのだ。 もちろん、成功は常に一筋縄ではいかないものです。彼も苦難や挫折に直面してきたはずです。しかし、そのような困難も彼を強くし、輝きを増す原動力となったのでしょう。一方で、彼の成功には偶然の要素も含まれています。誰しもが彼と同じように輝けるわけではありません。しかし、それでも彼の物語は私たちに希望を与えます。彼の輝かしい成功は、 努力と運命の結果として現れたものかもしれませんが、その裏には何よりも強力なものが存在しているのです。私は彼を見て、彼が持つ存在感や魅力に圧倒されました。彼は自らの光を放ちながら、周囲を魅了し、勇気を与える存在です。彼の成功は単なる偶然の産物ではなく、彼自身の力と魅力によって成し遂げられたものです。 最後に、彼の物語は私たちに何を教えてくれるのでしょうかそれは、どんな困難に直面しても、自らの光を信じ、輝き続けることの大切さです。彼の成功は、私たちに希望と勇気を与え、自らの夢を追い求める力を与えてくれます。平野仕様の物語は、ただの成功端ではありません。それは、人々に勇気と希望を与える力強いメッセージを持つ物語なのです。彼の存在は、 私たちにとって本当に奇跡的なものです。彼の物語はまだ終わっていません。今後も彼がどのような光を放つのか、私たちは注目しています。彼の輝かしい未来を信じて、彼の物語がさらなる成功と成長に満ちたものとなることを願っています。あなたは、平野潮の物語から何を学びますか彼の成功にはどんな要素が含まれていると思いますかそして、あなた自身の物語は、 彼と同じように輝ける可能性を秘めていると信じていますか